ですね、ええ、あのまずアメリカのこと、はい、あとは中国国内のことと皆さんに報告します。はい、はい、アメリカ黒人の暴動はもうそろそろもう落ち着くなりますと、はい、それアメリカの、ええ、国家安全国土安全部、はい、国土安全部の報道で、ね、今回 の、 暴動本当に、はい、素質あります。特に計画的で、はい、はい、暴動村で教会組織、教会のある組織村で支持した暴動をしましたと。あ、教会その意味は、アメリカ国土の外、まあ、外国、はい、外国から村で支持したの暴動です。あ、その意味は、はい、まあ、ただ中国共産党の、まあ、特攻の、はい、はっきり言ってない、ただその教会中国以外はないですよ。まあ、その意味です、はい、中国の投稿昔からアメリカ各方面に侵入しました、中国共産党特別工作員は間違いないですよ、はい、はい、その話で、はい、それであとネット上でみんなが昔毛沢東時代に1968年の4月20日の人民日報の発表で、はい、うん、戦いましょう、我々黒人兄弟、アメリカの黒人兄弟応援します、はい、毛沢東昔からゲリラ戦で黒人に応援しますよ、うん、アメリカね、アメリカの政府、アメリカ人戦うから、はい、昔からです、はい、だから今回のアメリカ黒人の暴動で、皆さんがすぐ分かります、まあ、海外あるのたくさんの、はい、まあ、外国人中国人の人たち、みんなすぐ分かります。あ、毛沢東時代のゲリラさんまだやってるの、アメリカ国内で、うん、それ結構先ほどまだアメリカあるの学者、はい、超人さんの話で、ええ、超人さんの友人、国内友人のいろいろ教えてもらって、特に中国国内黒人あちこち全部で奨学金、中国政府を金出して、ええ、留学来たの黒人たち、例えば、まあ、前のナイジェリアとか、ええ、ゴンゴとか、はい、それ結構アフリカ大陸いっぱいのね、黒人たちが中国留学して、はい、山東省の山東省市政府特別で、はい、一人黒人留学生、まあ、男性のそばに3名中国人女性を派遣した、ね、この3名中国人女性、はい、学生さん、はい、この男に世話するの。あ、もちろん一緒に寝るとか、うん、一緒に食べるとかね、うん、はあ、国から政府から派遣したですよ、はあ、ほんまにみんな、ああ、この男幸せなってね、この男、はあ、一人黒人の男は3名女性がそばにおります、うん、それで北京、上海、結構関東省あちこち留学生黒人いっぱいおります、うん、特にアメリカから来たの留学生特別で世話してあげたの。あ、はい、アメリカからも、そうです、アメリカ国内の黒人留学生中国いっぱいありますよ、ね、彼らを奨学金で、はい、また学校住んだところは寄宿舎、うん、全部で無料ですよ。また生活費とか、はい、みんな国が負担するし、うん、そばに女性が何人がおりますよ、はい、ね、これらの黒人留学生めちゃくちゃ満足で、うん、次から次アメリカ国内にあるの黒人留学生、ね、呼びます。それは北京か上海、中国大陸杯で留学来ますよ、はい、ものすごく中国共産党のやり方大好きでね、うん、それでアメリカ各地に黒人運動のこの暴動で、アメリカトランプ政権よくわかります、あ、裏で中国投稿からの応援したのことで、結構今現在この暴動は35名、はい、57人逮捕されました、
乌拉の後ろの真相、今アメリカ警察が今一生懸命調べる途中ですよ。はい、みんながこのようなの中国から育て、うん、ね、あのような留学生、次から次留学中国来て、うん、まあ、だいぶ昔から、まあ、20何年前から現在までアメリカ黒人どころ各、まあ、各市各省に結構裏で中国人の共産党の投稿と付き合いがあります、はい、この投稿たちが、まあ、いつもあのこれらの黒人アメリカいつでもこのような暴動を起こすために、うん、まあ、アメリカ社会めちゃくちゃするために、はい、裏で投稿があります、だからアメリカこの間で中国人、中国共産党偉いさんの子供さん全部で帰るとかね、また人民解放軍の、まあ、言われるスパイ、ね、3000人以上全部でこの学校中止させ帰りますと、アメリカだいぶ分かると思いますよ、知ってると思います、はい、このようなことが朝鮮さんが先ほど報道しました。なるほど。それでトランプこれから人気ものすごく大人気になるのよ。なぜか今回の大逮捕、大暴動で、はい、ニューヨーク の、 あのホワイト前結構大きな有名のキリスト教堂焼かれましたよ、はい、あ、ね、教会がですか。そうです、はは、教会焼かれました、中国国内ね、すべてのキリスト 教堂全部焼かれたでしょ、はい、破壊されたですね、中国国内今回は実は黒人たちはみんなキリスト教多いですよ。そうですよね。彼らは自分でこのキリスト教と絶対焼かない、うん、はい、ね、うん、やっぱり真相不明の方はウラで、うん、まあ投稿の指示で焼かれたと思います。そうですか。はい、教徒めちゃくちゃ焼かれたよ。教会ですね、教会ね、それで黒人たちは自分は宗教多いののに絶対焼かない、うん、みんな暴動裏であのお金もらったと思いますよ、ね、これ他の州の暴動は 本土ね、自分のオルノ州の暴動はなかなか少ない、他のところから応援して北の暴動から焼かれたんですよ、はい、はい、まあ、地元の住民じゃないっていうことですよね。そうです、はい、外省ね、あちこちの他の州から入ったの暴動、はいはいはい、なるほど。それで、まあまあ、結構昨日まで、まあ、落ち着いたからたくさんの暴動を捕まって、はい、まあ、真相も出てくると思います、これからね、はいはいはい、でも中国国内まだいっぱいの、まだ黒人まだ今留学生結構まだいっぱいありますよ、うん、ね、彼らはやっぱり利用された共産党からこれらの国内の留学生利用されて、うん、まあ、ツイッターとかコメントとかアメリカ国内の黒人に教えてあげてね、はい、はい、この状態で一気で計画的で暴動しました、はい、はい、はい、そのことも。それトランプは、はい、ね、やっぱり国民たちこれからトランプ応援しないと、トランプ当選しないとダメですよ、うん、移民はどんな怖いですかと、うん、本当に、うん、移民ね、怖い、はい、はい、そのことがあります、はいはい、その次中国国内ですね、あのこの間中国国内トラック運転手さん大デモを起こしました。みたいですね。それ今回昨日、はい、6月1日で、はい、武漢市内のタクシー、あとは南寧、江蘇省南寧市、はい、南は南、あの、はい、丁寧の、ね、南寧と、はい、あと西南省、山東省西南市、はい、山東省西南市ところ、またタクシー運転手、みんな一気にあのデモしました。たくさんのタクシー見て、目の前から最後まで見えない状態で、あ、はい、運転手大概1万人か、1万人以上、那タクシー1万台ぐらいと思いますね、はい、それ道路の両側は止まって、あと駐車場止まったりとか、あの自分の会社タクシー会社のビルディングの前止まったりとか、結構
泊まるところ全部満杯の状態で、はい、デモンして我々ご飯食べられないです。生存死体の生活死体とか結構いろいろ話とかスローガンとか、はい、まあ、結構静かですね。自分のタコシの前に立てたりとか結構いっぱいの人たちが、はい、デモンがあります。うん、まあ、これから中国生活もっと大変ですよ。うん、李克強は全人代で主催した時のインタビューで、はい、6億ぐらい中国人が生活、はい、1ヶ月の生活のレベル、まあ、どのような低いか、宣言死かですよ。ね、宣言した800元が900元が500元でね、その状態ですね、はい、人民元。うん、まあ、日本のお金5000ぐらい、1ヶ月、まあ、3000ぐらい、4000ぐらい、例えば、はい、うん、800元とか、うん、自民元800、宣言以下の場合はね、李克強は宣言以下、那宣言の方まだ高いから1万5000円でね、はい、宣言以下、はい、宣言下、下の場合は、那日本のお金8000円か5000円か、それとも3000円か、宣言下でね、はい、その意味はご飯食べる精一杯でしょ。うん、このようなの話が習近平結構怒りましたよ。習近平の話全然合わないでしょ。うん、それ今日のアメリカあるの政治評論家、はい、キム・パクさんが習近平は怒りました。まあ、習近平顔パチと同じでしょ。あ、ね、習近平前言った中国人の生活レベル前よりだいぶ年間3万元ぐらい生活しでしょ。うん、平均3万元14億人嘛，ほとんど幸せ。アジア日本一番、次は中国二番になるでしょ。うん、3万元、はいはい、全然違いますよ。そうですよね。それ李克強の話に習近平ものすごく不満ですよ。はあはあ、ね、はい、それまだ李克強大丈夫かなとみんな心配ですね。事実の話皆さんもびっくりしました。ね、もちろん習近平もびっくりしましたよ。うん、はい、そのタコシデモンが分かりますよ。生活大変ですよ。うん、ね、はい、彼らは農民じゃなしに結構ね、タコシを動いたらやっぱり毎日お金入れるでしょう。ね、今回の武漢肺炎でもう大変な状況やから、まあ、2億以上の人たちは失業者になって、はい、まあ、もちろん彼らも含んで2億の中と思いますね。はい、はい、そのこともほどしたから、はい、それあとですね、毛沢東のふるさと湖南省、はい、ね、その湖南省ところ結構湖南省とあと関東省、はい、そう、関東省のコナミルクで、お母さんたちは60名ぐらい自分の子供を市街にあって、はい、腎臓炎とかなんか子供さんの腎臓ところなんか石溜めたみたいで、はあ、病院お医者さん検査でね、その粉ミルクをずっと飲んでる子がなかなかね、体の方が骨の方になんか、軟骨病言われる、日本語軟骨病、骨発達しないですよ。はい、まあ、えらいカルシウム足りませんと、うん、ね、うん、あと頭大きいでかい、これだいぶ昔から頭でかいね、はい、手足とかなんか小さくて、まあ、痩せて骨だらけに状態、ね、60何人ぐらいデモンが起こしました。はい、デモンでね、はい、賠償、はい、私たちの子は今度どうなります、国から粉ミルクを作る会社賠償とか、国から賠償とか、はい、このようなデモンが関東省と湖南省、結構このようなデモンのお母さんが何箇所あります。はい、はい、はい、この60何名のデモンがありました。はい、はい、そのことも報道しましたね。はい、はい、まあ、国内のデモン、それあと最後香港のことですね。世界中各国の政治家200人以上、はい、共同声明を発表しました。はい、200人以上の国がイギリスとかアメリカとか、はい、結構各国に反発、共産党の
習近平政府の国家安全法の言われる、あの、はい、この本を発表した後で、香港の人この本も認めないし、たくさんの海外の人たちも、まあ、政治家たちみんな結構不満で、はい、共産党の、まあ、言われる独裁で、香港市民誰でも相談しないのに発表したから、これ皆さん認めないと、はい、結構あの反発の声明発表したの国いっぱいあります、うん、200以上の、あの、議員さんだけで、政治家だけで200人以上があります、はい、共同 の、 あの反発の声明発表しました。はい、このことがあの昨日の報道ですね、はい、イギリスとかアメリカとか、はい、あと他の国、韓国とか、ヨーロッパ各国とか、マレーシアとかオーストラリアとか、カナダとか、結構合わせて200人以上、はい、中国習近平政府を批判する声明発表しました、はいはい、このニュースも今日の朝の新東人のテレビの報道です、はいはいはい、このこともありました、はい、まあ、最近のニュースは結構、ね、あのアメリカ国内のこと、あの黒人の暴動のこと、結構最近が多いです、はいはい、それ後で、はい、日本で留学生中国人が一番多いですよ。うん、あのですね、2019年時点で、はい、各国に留学生全部合わせて312,214人があります、はい、留学生だけで、うん、アジアで一番多いのが中国人留学生です、はい、一番トップです、ね、彼らはあの結構日本政府から各方面の、うん、あの世話して奨学金とか、まあ、いろいろ仕事働く ところとか、はい、結構政府よく彼らをあの面倒見てあげるとかね、はい、特に日本有名の大学理科系大学多いですよ、はいね、理科系大学、あとは日本の昔 の、 あの有名の大学、まあ、東大か、あとは昔なんか帝国学園、有名の大学、まあ、たくさんところ有名大学、はい、例えば国立大学ですね、はい、あの AI とか、あとは今現在のコンピューター関係とか、はい、そうです、結構ね、あの毎年 2,3 万人の人たちが増えますと、うん、はいはい、で結構日本政府がよく彼らをあの、ね、あの各方面の世話とか奨学金とか、まあ、あの安いところ、うん、泊まるところとか全部であの提供して、結構これからアジアの学生さん毎年、結構ね、日本に選んで日本来る人は結構ますます増えますと、うん、その報道があります、はい、かなりの奨学金が出てるんですよね、はい、そうです、結構年間、何億かな、結構少なくとも、まあ、5、6億ぐらい、8億の間で奨学金支援するから、はい、はいはい、まあ、もっとあの貧困な国、ミャンマーとかフィリピンとか、ベトナムとかもっと増える欲しいですよ、はい、実は中国人が一番です、中国共産党の幹部たちにお金あるの方は結構、まあ、貧乏どころの子はなかなか中国国内大学入るできないのに、もちろん日本来られないですよ、北の方大体中国共産党の東京大使館から、ね、選びます、ね、うん、彼らはやっぱり自分の親戚とか、うん、ね、共産党幹部たちの子供さんを選びますと、なるほど、ね、貧乏になかなか、ね、うん、出られないです、無理です、派遣しない、だから貧乏人の子供さん自分の国も大学入ることはできない、うん、ね、理科系を出た6億の人たちご飯食べる精一杯でしょ、うん、もちろん学校入るのが、国内の学校入るのが大変ですよ。はい。かわいそうのいつも国民です。はい。まあ、どうしようもないね、はい。将来中国民主国になったら、これらの貧乏人の子が幸せになると思いますね。はい。共産党、習近平政府になったら、彼らは将来はないです。うん。はい。
まあ、結構日本留学生のこと結構幸せで、はい、このことも報道しました。はい、はい、今日のニュースはここまでです。はい、まだ詳しいのことは今度水曜日のニコニコ動画で皆さんを報告します。はいはい、はい、今日はここまで、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。